こんにちは、金ちゃん BBH と申します。今回はですね、久しぶりの予想となるんですけども、ラクオリア創薬を分析してみたといった内容で情報発信をしていきたいと思います。まあ、一応ね、最近はですね、韓国系の動画ばかりを上げているわけなんですが、一応ね、本筋としましてはですね、株価分析というね、チャンネルになりますので、忘れないようにしていただければなというふうに思います。分析時期につきましては、2019年9月24日時間軸につきましてはスイングとなります。本動画をご視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。はい、それではですね、ラクオリア創薬を分析する上での前提について確認をしていきたいと思います。まずはね、いつものようにですね、掲示板の投稿ランキングの方から確認をしていきたいと思います。ラクオリア製薬につきましてはですね、掲示板投稿ランキング第4位ということで、まあ、結構ね、人気があってですね、注目度が、ね、かなり高いね、銘柄なのかなという、ね、認識であります。あとですね、ティック回数につきましてもですね、1万1863回ということで、まあ、1万回超えているということでですね、非常に、ね、高い流動性でですね、活発なトレードをされている銘柄なのかなという、ね、認識であります。あと最後ですね、日証金と信用残なんですが、まあ、日証金については、ね、あんまり入ってない状況なんですけども、信用残につきましてはですね、まあ、263万2200株とですね、まあ、結構入っているのかなというところですね。で、過去の水準と比較しましても、まあ、中ぐらいですね、めちゃめちゃ多いわけでもないし、まあ、少ないわけでもないというね、まあ、信用改ざんの、ね、状況なのかなという、ね、認識であります。分析の前提については以上になります。はい、それではですね、早速チャートの分析の方に入っていきたいと思います。現在ご覧のチャートは2019年9月24日現在のラクオリア創薬の月足チャートになります。早速ね、ストキャスティックスの方から確認をしていきたいと思います。ストキャスティックスにつきましてはですね、現在売りサインが出ている状況であります。まあね、50% の、ね、ポイントを割って売りサインが出ているということで、もしかしたら、ね、トレンドについてはです、ね、下降トレンド入りする、ね、可能性があるのかなという、ね、イメージを持っております。続いてです、ね、RSI なんですけども、 RSI につきましてはです、ね、50% 近辺 で、 です、ね、やや、ね、上向き加減の、ね、状況となっております。この、ね、今状況につきましてはです、ね、80% 変わりすぎ水準の 80% から、ね、垂れてきてリバウンドしてからの、ね、この位置づけですので、一応ね、まあ、兆候としてはですね、まあ、トレンドについては上昇トレンドの、ね、兆候が出ているということで、若干ね、ストキャスティックスの、ね、逆の、ね、まあ、状況を表している状況、ね、感じになっております。テクニカルショーのですね、分析については以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずはね、左上のですね、案例にありますようにサポートとですね、レジスタンスについてですね、月足のチャート上に描画していきたいと思います。当初ですね、サポートの方からですね、入っていきたいと思います。まずね、意識されるサポートにつきましては、まあ、700円付近がですね、意識されるサポートなのかなというね、認識を持っております。ここについてはですね、過去4回機能しているので、まあね、価格帯別的なのは若干、ね、弱いんですけども、まあ、意識される可能性が、ね、高い、ね、サポートという認識であります。続いてですね、意識されるサポートにつきましては1000円付近がですね、意識されるサポートという認識であります。ここもですね、過去4回機能しておりますので、あとですね、価格帯別的なの、ね、裏付けとあんま切り板という、ね、こともありますので、このサポートについてはですね、かなり強いサポートなのかなという、ね、イメージを持っております。あと最後ですね、意識されるレジスタンスにつきましては、まあ、1660円ですね、ちょっと若干刻んでいるんですけども、1660円付近がですね、意識されるレジスタンスという認識であります。ここについてはですね、過去2回しか機能していないので若干、ね、弱い、ね、レジスタンスではあるんですが、まあね、価格帯別的なの、ね、裏付けがあることと、まあ、しっかり、ね、止まっている、ね、過去の、ね、機能している状況ではしっかり止まっているので、まあ、外せない、ね、まあ、レジスタンスの、ね、位置づけなのかなというイメージを持っております。サポートと、ね、レジスタンスの分析については以上になります。引き続きですね、月足のチャートを、ね、引きで見てきた状況について、述べていきたいと思います。まずね、今ね、まあ月足チャート引きで見ていきますと、この黄色いポイントがですね、まあ、ね、揉み合っているのが、ね、確認できるかと思います。この、ね、黄色いポイントにつきましてはですね、値幅については、まあ、660円ありますので、
もしね、この1660円のね、レジスタンスをですね、月足の終値で超えてきますと、まあテクニカル的にはですね、2320円付近までですね、伸びていくことがね、予想されるのかなというね、イメージを持っております。月足の分析については以上になります。はい、時間軸変わりまして、現在グランチャートは2019年9月24日現在の逆折り創薬の押し足跡となります。まずはね、RSI の方から確認をしていきたいと思います。 RSI につきましてはですね、売られすぎ水準の 20% から、ね、リバウンドしてきまして、今現在ね、50% のポイントにかかっている状況であります。なので、ここからね、売られる、ね、可能性がね、ちょっとね、若干高いのかなという、ね、イメージを持っております。続いてですね、信用残なんですけども、赤いラインがですね、信用改ざん、黄色いラインがですね、信用売り残なんですけども、今現在ね、黄色いラインの信用売り残についてはほとんどない状況ですので、赤いね、改ざんに焦点を絞っていきますと、今ね、改ざんの過去の水準と比較するとですね、多くもなく少なくもないね、水準なのかなというね、認識を持っております。サブチャートのね、分析については以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずはね、月足で分析をいたしましたサポートとですね、レジスタンスについて週足のチャート上に描画していきたいと思います。でですね、今ね、週足のチャートを、ね、引きで見るとですね、このポイントでですね、トレンドラインがね、走っているのかなというね、認識を持っております。なので、もしね、この、ね、黄色い、ね、トレンドラインですね、ここをですね、週足の終値で抜いてきますとですね、おそらく、この値動きについてはですね、1660円付近までですね、動いてくるのかなというね、イメージを持っております。週足の分析については以上になります。はい、時間軸変わりまして、現在ご覧のチャートは2019年9月24日現在のラコリア創薬の冷やしチャートになります。まずはね、RSI の方から確認をしていきたいと思います。 RSI につきましてはですね、現在ですね、50% 近辺、週足と同じようにですね、 50% 近辺ですね、いる状況であります。で今ね、このね、50% に続けにつきましてはですね、 80% とですね、 50% をね、多くして切れる状況でのね、 50% ですので、ここからね、売りが入ってくるね、可能性がね、あるのかなというイメージを持っております。ついでにですね、 RSI についてですね、説明をしますと、RSI につきましてはですね、50% とね、20% 多くしている場合については、下降トレンドですね、下降トレンドの状況になります。で、反対にですね、 50% とですね、 80% 多くしている状況についてはですね、上昇トレンドになるというね、特徴があるね、テクニカル指標になります。今現在ですね、50% とね、 20% 多くしているという状況ですので、RSI 上ではですね、下降トレンドに、ね、なっていくという、ね、状態を表しているという、ね、感じになります。 RSI の、ね、分析については以上になります。引き続きですね、チャートの分析の方に入っていきたいと思います。まずはね、月足と週足で分析をいたしましたサポートとですね、レジスタンス及びですね、トレンドラインについて、チャート上に描画していきたいと思います。で、日足のチャートはですね、月足と、ね、週足の方でですね、目標株価とかですね、トレンドラインとかを、ね、アウトプットしておりますので、ここではですね、値動きを中心に予想していきたいと思います。ただですね、1000円のですね、サポートについては非常に硬いということで、1000円割らないという、ね、前提で、話していきたいと思います。基本的に1000円割った場合についてはですね、440円まで行くんですけども、おそらくですね、今の、ね、状況から考えると、340円ですね、340円ぐらいも落ちるというのが、ね、予想されるんですが、この、ね、1000円の、ね、強さを考えると、なかなか、ね、割ってくることは考えにくいということで、1000円割らないという、ね、前提で、基本的には、ね、上昇トレンドという、ね、イメージで、ですね、予想を出していきたいと思います。値動きについてはですね、こういう、ね、予想を出しております。週足の、ね、黄色いラインを、ね、週足の終値でぶち抜いてきた場合についてはおそらく、ね、1660円付近まで、ね、伸びてくることが予想されます。その後ですね、非常に、ね、ここはですね、価格帯別的が厚いので一回押し戻されてですね、一発は抜けないと思うので一回押し戻されて若干の押し目を作った後にですね、エネルギーを貯めて、抜いてくるのかなという、ね、イメージを持っております。その後ですね、1660円の、ね、リセットが入りまして、下抜けをしなければですね、おそらく2320円まで、ね、伸びていくのかなという、ね、イメージを持っております。
それぞれのね、決して数字で失敗した場合についてですね、まあ1000円まで、ね、落ちていくのかなというね、イメージを持っております。ラクレア創薬のね、分析については以上になります。